岡本桜の墓岡本桜4月3日から1935年2月22日はガス王とも称された実業家。兵庫県大書記官であった父を岡本邸の次男として神戸に生を受けた同志社普通部第一高等学校に進む帝国大学校科大学応用科学科卒業。この時の卒業論文であるセルロイドについては 工業科学雑誌に連載されたという。1903年に東京ガスに入社するも、翌1904年には大阪ガスに移り、ここで外国人技師長であったミラーより最新技術を学んだ。1906年名古屋ガス設立に際して、同社に技師長として入社。1922年に東方ガス創立に伴い、同社の初代社長となる。 1927年には三井銀行の支援により東京ガスの取締役を兼任。1930年に同社副社長に転じた。西部合同ガスなど各地のガス会社の経営、技術指導を行い、ガス王、ガス博士とも称されるようになったという。また、名古屋市東区において桜菊女学園を設立し、経営していた。ありがとうございます。